おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム、ソウさんアリスさん生存ルートの最終章をやっていきたいと思います。5回まで来たところで終わったんだよね。この手紙、緑からの手紙を拾うところですね。紙が落ちている。なんだろう。皆様お元気ですか？僕はとても暇で、このようなお手紙を書きました。マップを送りますので、早く会いに来てくださいね。緑より。変な手紙だ。マップってもしかして、5階のマップね。で、ここで真ん中にね、秘密の部屋がありますと。私たちは、今ここにいる。フロアマップを切り替えられるようになりました。あ、ここで誰も喋るわけじゃないのか。じゃあ何かあるまで、カッツ！あ。なんだ、このゆるい犬。ラマル、それは渡してもらえるかな。サラちゃん覚えてないから無反応だったね。なんだよ。重要なものなのか。いいから。何なんですか？それ。サラのじゃねえなら、もしかして、ジョーってやつのか？なぜ、その名前を。緑に少しだけ聞いて。ジョー？一体、誰なんだ？不思議と、知りたいと思えない。まるで脳が蓋をするような感覚。渡すんだ。二度とその名前を口にしちゃダメだよ。わかったよ。怖え顔すんなって。刑事さん、怒ってるのかな？いやもうピリピリしてるね。なんだろう。サラちゃんにジョー君のことをやっぱ無理に思い出してほしくないだろうね、刑事さんもね。せっかく忘れたことで幻影とかも見なくなってるわけだから、忘れてたら忘れてたで幸せなこともあるかもしれないっていうことだよね、多分刑事さんからしたら。あ、そうなろう、近いね。どういしょ。おー、アリスさん。この髪は、あ、アリスさん覚えてるの？あ、そうか、みんななんか見覚えがあるのか。どうしたんですか？見覚えがある。なんじゃ、一体どこでこんなもんを。書いた。名前を。刑事さん。そうか。あんな、ずっと昔の。このため、だったのか。ん？そうくんは、記憶に新しいというか、まあ昔の話なんだろうけど、ちゃんと覚えてるってことか。なんか他の人たちは見覚えがあるけど、どこで書いたか覚えてないみたいな反応だったけど、そうくんはなんか、いつどこでっていうのを覚えてるっぽいね。だって昔って言ってるもんね。なんだ？また私以外のみんなが、過去を、緑との記憶を思い出しているのか。だったら、なんで私だけが。あと一歩で何かを思い出せそうなんだが、肝心な部分が全部モヤモヤしてるぜよ。進めばわかるってことかな。知った先は地獄かもしれないけどね。今回のルートでおそらくそのアリスさんとソウ君の緑との一枚絵と共に過去のね、どういう絡みがあったのかが知れるとは思うんだけど。まあ、どっちもすごく気になるよね。レコさんとか、カンナちゃんって、まあ、言うてそこまでだったじゃん。本当になんかその辺のアイス屋さんで関わりがありましたとか、レコさんに関しては、そのアリスさんのことがきっかけで会うことになってるわけだから。まずそもそものね、アリスさんとの絡みが知りたいよね。このデスク。もしかして何か情報が。覗き込むと画像が表示されていた。私の写真じゃないか。これは。なんだこれは。身長、体重、血中の成分やらアレルギーやら。まるで
健康診断表みたいだ。一回見るのをやめませんか？これ、全員男性陣にサラちゃんの身長体重見られてるっちゅうことやね。ちょっと恥ずかしいな、やめてよ。早坂さんは、これが何か知ってるんだ。冷静に聞き出しましょう。早坂さん、答えてください。これは何ですか？これは、その、白状するよ。私の勤める会社は、医療系の機材や情報を扱っているんだが、その仕事の関係で、アスナロの男と知り合ったんだ。アスナロは、表向きにはクリーンな研究をしている健全な企業なんだが、どうも裏の顔があると知った。裏の顔って、裏稼業と繋がっていて、違法な薬品を製造し、その筋で流しているとは。いや、裏稼業臭プンプンするんだよな、サラちゃんちって。指導員っていうなんかいかつい名字だしさ、パピーとかさ、結構いかつそうな、まあ、通常和服を着ている男性って結構そういう系のイメージがね、勝手にあるのと、なんだろうね。やっぱ、暗殺者であるカイさんのことを、家事手伝いとして雇わないと思うんだよなって思ってね。だから絶対サラちゃんち、その地道院家は裏稼業とのつながりはあると思うんだよね。中にはドラッグや安楽死の薬なんて噂もあった。そして、口に出さないような人道的ではない研究。今にして思えば、人間を複製するための研究だったんだろう。それで、私の情報を渡したんですか？君だけじゃ、ない。私は、全員の情報を調べるように言われていた。てめえ、じゃあまさか俺たちも。知らなかったんだ。逆らえば何をされるか。彼らの力は、強大すぎる。この社会の闇を操っていると言っても過言では。黙れ！このデータを何に使ったんだ？答えようによっては、ここでぶっ殺してやる！やめ！あー、ここで銀くん目覚めるんだったね。いやー、ナイスタイミングだよ、銀くん。あー、よかった、早坂が無事で。何してるな。銀。なんでおんぶされてるわ！おろせじゃん、スーツメガネ！ああ、すまない。よかったな、スーツメガネ。天井の罠解除できたな。銀のおかげで解除できたんだよ。やっぱりにゃん。お前感謝するといいわ。ありがとう、銀くん。ち、毒気抜かれたぜ。助かったよ。僕はリーダーだにゃ。当然だわ。大した男ぜよ、銀。こっち来い。怪我見せてもらうぜよ。そういえばなんか頭痛いにゃん。どうにかしろ、筋肉ゴリラ。こういう絡みが好きでした、私は。よかった。仲間にスクラップにされるところだったよ。銀のおかげだね。君を気に入ってるみたいだ。そうなのかい？スーツメガネなんて呼ぶくせに。ああ、だからかも、ね。ん？最初ここへ来た時、メガネでスーツの人物がいたんだ。三島先生と言ってね。短い間だったが、銀と一緒に行動してた。死んだのか？ああ。首輪でね。今も、彼の頭部は見つかってない。なんだって？銀にとってみれば、会話を交わした人間が初めて目の前で死んだんだ。助けられなかったのか、そんな悔いがあるんじゃないかな。銀くんは、彼と私を重ねているのか。だから、守りたいと。かもね。バカだな。そんな理由でよく知りもしない私のために死にかけたのか。
あー、なんか、今さ、見ると、ちょっと見方変わるよね。だってさ、ダミーズは、その、ペアになった人を殺せって言われてるわけじゃん。まあ、成り代われと。こっちは、必死で、こう、こびへつらうふりをして、殺すタイミングを伺っているのに、銀くんと来たら、もうとても純粋で、ね、純粋無垢で、そのまま早坂さんのことを助けようと、してきたわけだから、そんな心打たれるに決まってんだ。私は、もう人間ですらないのに。銀にはそんなの関係ないみたいだけどね。行こう。離れると大変だ。ああ。いやー、やっぱ、一個一個こう、流れを思い出しながらプレイするのすごい楽しいな。まあ、ちょっとずつね、違うとはいえ、根本の流れは一緒ですから、すごく楽しいですね。本だらけぜよ。図書館か。その割には入り組んでるね。迷路みたいだ。迷いたくなければマップを見ればいい。あらぬ方向へ行かなければいいだけだ。なるほどね。なんか、でもアリスさんってちょっと方向音痴な感じしない？これはただの偏見なんだけど。どう思います皆さん。また。ん？下にも同じ部屋があったな。え、ここアリスさん見覚えあるんじゃないですか？ここでいろいろ知れるんじゃないの？みんな、気をつけてね。なんか下の階より綺麗ぜよ。確かに、未使用の部屋みたいな感じだ。アリスさん、ちょっと教えてくださいよ。ん？おい、これはボイスレコーダーじゃないか。見たことがあるぞ。何？なら声が録音されてるかもしれねえぜよ。裏にスイッチがあります。押してみましょう。スピーカーのスイッチを押した。これは最初の試練。制限時間は5分。それまでに部屋を出なければ命を失う。あなたは一人じゃない。目に見えぬ誰かと運命をつながれている。しかし、つながりを拒み、裏切る意志を持てば安全に出ることもできる。心の声に従え。これで全部だね。やっぱりこの部屋は最初の試練で使われた部屋だったんだ。サラちゃん。そっか、最初の試練はジョー君と二人で乗り越えてるから、サラちゃんどうやって最初の試練乗り越えたか覚えてないんじゃないのか。どうやって突破したと思ってるんだろう。なんだろう。思い出そうとすると頭が痛くなる。逃げちゃダメだ。私は、誰かと、二人で。ダメだ。頭が、痛い。無理しなくていいんだ、サラちゃん。刑事さん。ダメなんだ。うやむやで済ませちゃ。ねえ、ダミーズ。君たちの中にこの音声を聞いたことがある人はいないの？ないない。俺たちが見たのは自分が死ぬ瞬間だけだぜ。死ぬちょっと前の記憶は覚えてねえんだよ。なるほどね。あなたには見覚え聞き覚えがあるんじゃないんですか、ここ。どげんした、アリス。いや、なんでもない。多分気のせいだ。あ、ここでは教えてくれないんだ。多分メインゲームで白状してくれるんじゃないかな。レコさんがさ、多分アリスなんだよみたいなことをさ言ってたのって確かメインゲームだったよな。あー、そっか、そこまでお預けか。これも記憶に関するヒントなら、最初の試練について改めて話し合う必要があるのかもしれない。ボイスレコーダーを手に入れた。うんうん。で、下のやつがトランシーバー。そうか、こっか。トランシーバーだね。トランシーバー手に入れた。もう片方あれば連絡を取り合うのに使えそうだね。こちらマイ、応答せよみたいな感じかな。
おーい、こちら緑だよー。殺す方法は思いついた？またねー。心臓が止まるよー。どうやら、もう片方のトランシーバーは、緑が持ってるみたいだね。で、最後じゃあ警察、署、交番。いけ、交番じゃないか。うん。ああ、おお。座席シートに免許証が落ちてるな。免許証なんてあったっけ？何？刑事さん？そうか。やっぱりここは、おまわりさんの思い出の場所、だね。その免許証のお名前知りたいんだけどな。教えてくれないかな。え？記憶が重要なら、もう、話しておかないと、だね。覚えてる？おまわりさんが警察官を目指すきっかけになった人の、話。ここで、子供刑事さんね。かわいいのよね。ここで一服したのを覚えてますよ。ちょっと私も一服しよう、また。未来の私も一服します。ここは多分子供の刑事さんと刑事さんのそのヒーローのおまわりさんの下りしか出てこないと思うんで、さらーっと読み流そうとは思うんだけどね。いやー、ジョー君のパパ説、やっぱあるよなー。お父さん亡くなってるって言ってたしなー。いや、ぽいんだよな、やっぱり。まさかこうして誰かに話す日が来るとはね。刑事さん。話が長かったです。まいったね。次はサラちゃんの好きな話を研究しておくよ。私は好きでしたよ。なんだ、てっきり俺が暴力事件を起こした時にパクられた場所かと思ったぜ。そっちの話はろくでもなさそうだな。やっぱ説濃厚だと思うんだよな。全く無関係のおまわりさんが出てくるとは思えないんだけど。机一つ置いてねえぜ。完全な空き部屋だ。まあここの中はね、後からこう灯籠で調べることができるとは思うんだけど、ここ以外はあとは全部何もないんじゃないかな。あれ、フロアマップを見るとこの階は全部行ったよね。おい、どこにいるんだ緑は。まだ行ってない部屋があるんじゃないですか？ねえ、ここです。うん。いい推理じゃないか。いかにも謎解きが好きな奴らがしそうなことだ。4階と同じ構造なら、中央の部屋につながる部屋は、一つしかないね。図書館です！っていうので、本を集めろってことになるんだね。間違った。あ、違うか。本を集めて出てくるのは上の、なんかアリーナみたいなところか。だから、放送室みたいなところ。監視部屋ね、ここ。本当に隠し部屋だったね。あ、そうじゃん。ここで AI シンくんとお話できるから、そこでね、そうくんがこう、鉢合わせた時にどういう反応するのか気になりますね。緑は、いねえぜよ。うん。ここを調べればいいのかな？モニターには何か表示。うん。ん？ん？なんだ？なんだ？なんか、ん？あ、エラーが起きてる。なんだこれ。ちょっと待って。これ、あ、こんなん出るんだ。知らなかったわ。あれよね、アンズちゃんの入ってた棺がぶっ壊れちゃってるから、ってことだよね、多分。で、首輪。首輪？よく触れるね。多分、緑のじゃない。そう考えると話したくなるな。でもまあ、一応もらっておこうよ。罠かもしれないけど。分解できれば、解除の方法も見つかるかもしれないね。くれぐれも注意するぜよ！あれ？っていうかさ、この時のソウ君は首をつけているのかな？一応さ、
そうくん死亡ルートの方、かんなちゃん生存ルートの方で、首輪を外してたじゃないですか。だから、首輪の、こう、ロックを解除する方法は、そうくん自身はもう、手に入れてるんじゃないかなって思ってて。だから、マフラーの下が、もしかして首輪ないんじゃねっていう。まあ、あったとしても無効化されてるか、そう、どっちかだと思うな、なんか。そういえばそうだったね。忘れてたわ。とりあえず、落とし物はおまわりさんに任せてよ。なくさないようにしないとね。わー、出た。一応ここも見とこか。うん。適当に触ってみよう。ダメだ。適切な操作をしないと何も起こらないみたいだ。おい、サラ。それで罠とか発動したらどうするんだ。危ないところだったな。いい。サラちゃんこういうとこありますから。モニターの画面が赤くなっている。なんだ?さあ、出た。シンくん。あ、呼んだ?はあ?あ、こんにちは。なんで僕がそこに?驚かすな。貴様、人工知能か。僕は月見シン。はじめまして。月見シン、ソウさんの本当の名前だ。僕に何か言おうかな。そんなにみんなで見られると恥ずかしいよ。くそ。気分悪いな、まったく。おい、お前は何なんだ?今回のデスゲームのヒントか?デスゲーム?何それ?物騒な話だね。何も知らないっぽいね。多分これは初期化された人工知能なんじゃないか。どういうことだ?人工知能は情報や性格をアップデートすることで現実の人間に近づけるんだ。つまり今、目の前にいる層は、デスゲームをする前の何も知らない層。いや、偽名すら使う前の、月見真、なのか。さっきから、何の話?ダメだな。これじゃ話にならん。それでも、情報が欲しい。何か、ないか?とりあえず、緑について聞くことが先だとは思うけど、まぁ、ちょっと月見真について聞こう。月見真、あなたについて詳しく教えてほしい。これ多分ソウ君に止められると思うけど。僕は別に なんてことない普通の人だよ。コンビニでアルバイトをしてるフリーターさ。こんな人間どこにもいるでしょ。その質問は別にいいだろう。聞かれるのやだね。緑、つまり本物の日和荘について教えてください。みんなは日和くんの知り合いなの?そんな感じかな。彼には今困らされててね。彼は怖い友達さ。友達?高校の時かな。学校で出会っていつの間にか話すようになってた。でも、彼の目を見ると、とても心がざわざわする。怖くて、汗が出て、不安になる。彼はそんな僕を見て、すごく楽しそうだった。そうくん頭抱えちゃった。後から知った話だけど、彼は、同じ学校の生徒ですらなかった。彼が何者なのか、本当の意味では何も知らない。彼の家でたくさんのことを学んだけどね。長い付き合いなんだね。うん。でも彼は、ある日、死んじゃった。何をしてるのかな?やあ、殺意は上々?緑!あっ、それは僕のだよ。慣れ慣れしく会話しないでくれる?ごめん、すぐ消えるよ。さてと。ねえ、その首は返してくれない?へえ、なくなると困るのかい?
だってそれ僕のつけてた首輪なんだ。僕だけ安全だなんて寂しいよ。返す必要はない。外せたということは調べれば俺たちも外すことができるかもしれん。やれやれ、それは死者の首輪で君たちの首輪とは構造が違うのに。はあ、仕方ないから予備でも使おうかな。自分からつけるとか正気かよお前。それに随分余裕だね。敵陣に乗り込んで怖くないのかい。怖いさ、だから拳銃も持ってるよ。弾丸は4発。なんだと。大丈夫、勝てば晴れて君たちは次の回へ行けるよ。僕も頑張って一発につき一人、最低4人は道連れにしたいな。さ、やろうか。本当にやるのか。まあ。他の方法はないのか。え？お前はこんなただの暴力で満足するのか、緑。うん。緑は動揺している。ルールを決めて戦おう。神聖なデスゲームなんだろ、これは。やっぱり君は最高だね、サラさん。そうだな。じゃあ、鬼ごっこにしようか。緑はポケットから何かを取り出し、ボタンを押した。え？赤いシグナルが点滅した人が、鬼さ。また、こんな。きっかり1時間後に、鬼だった人が負け。シンプルでいいでしょ？負けたくなければ、誰かにタッチすればいい。負けたくなければ、誰かにタッチすればいい。待て！まだ何か質問？その、はっきりさせて、本当にタッチで鬼は映るの？増えていったりしない？試してみれば？待て！逃がしちゃダメだ！サラ！追わなきゃ！ああ、サラって呼んでる。逃がしちゃダメだ、サラ。そうか。逃がさないぞ。待て待て。どこ行ったにゃん、まとめ頭！足音を聞けばいい。どっちに逃げたかが分かるはずだ。でもここでね、本にだ、本に邪魔されるんだよね。なんだこの音は！うるさくて聞き取れないだろう！ねえ、あれって何かな？緑がいたぜよ。ううん、ほら、あっち。何かが近づいてきよ。はい、現れましたね。本が襲ってきた。あ、もう、部屋もうるさいし、なんなのよ。大丈夫。相手はたった一冊さ。落ち着いて対処して、緑を追おう。今は目の前の妨害者に集中しないと。まあ、妨害本みたいな感じだけどな。本は宙を舞っている。これで、カンナちゃん、レコさん生存ルートの時に、一回早坂死亡ルートで進もうぜって言って進んでたんだけど、途中でセーブデータがお釈迦になっちゃって、途中から早坂が生き返るっていう事態が発生したので、早坂とアンズちゃんがいない状態での宴が気になるので、心苦しいですが、早坂、君には死んでもらう。音が気になって考えがまとまらん。仕方ない。俺の鋭い聴覚で音の出所を探すぞ。頼んだ。おお、いいね、かっこいいじゃん、アリスさん。あそこだ。アリスは本棚の下の隙間からスマートフォンを取り出した。うるたいす、うるさいスマートフォンを手に入れた。俺が何度着信を鳴らしてなくしたスマホを探したと思っている。場数が違うんだ。
そんな場数不満でよろしい。だが操作ができん。嫌がらせか。なるほどね。でこれ壊してくれると。本はバサバサと音を立てている。本は宙を大きく回り始めました。なんと別の本が宙へ浮かび上がりました。 おい増えてしまったぞ。なるほどね、これは厄介だ。手持ち花火これは大変なことになります。ゲームオーバーになりますので。まさかこの部屋の本全てが敵になるわけじゃないよね。あ、そうくん、いいね。耳が痛いな。音を鳴らしてる物の正体をつかまないとね。じゃあこれ頼んだよ。そうくんどんな感じ？おー、いいね。ほら、あった。そうさんは本棚の奥から目覚まし時計を取り出した。目覚まし時計を手に入れた。うるさいからサラさんにあげるよ。いらないよ早坂さんの行く末を見守りましょう。妙な動きですね。すまんごめん早坂。なんか前もこのタイトルの動画にした気がするけど、私その動画のタイトルちょっとお気に入りなんだよな。うわあ、来るな。くそ、こっちに来るんじゃない。痛いね、痛いね、痛いよ。ごめん早坂。ああ無残、見るも無残。ああ、銀君にそんな顔させたかった、させたかったわけではないんです。ごめん。起きてくれにゃねえ。銀、銀の体は小さく震えていた。僕は守りがいない。誰もそんなことはない。銀は私には抱きしめることもできない。銀に触ってしまえば鬼が映ってしまう。もう嫌だ、こんな死のゲーム。変わり果てた早坂のように人間も人形も関係なく殺されていく。鬼ごっこだってこのまま緑を捕まえられなきゃ。あれ、首が締まってる。おい、指導員サラ。違う、気のせいだ。分かってるだろ。もう何度もこんなの乗り越えてきたじゃないか。何度も。死にたくない。もう嫌だ、こんなの慣れるわけないだろ。なんで私ばかりが。ダメだ、不安な顔をしちゃ。仲間が見てるんだぞ。仲間なんかがいるせいで私はみんなの心の支えになってるんだから。俺がやる。ランマルくん。そうなんだよ、ここカンナちゃんだからどうなるんだろうって思ってたんだけど、ランマルくんか。どうなるんだろうって思ってたけど、ランマルくんがやってくれるの？俺がやる。ランマルは力の抜けた私の手を取った。ランマルくん、何を考えてるんだ。ランマルの首輪が。だから変わってやるって言ってんだ。どういう風の吹き回し。うるせえな、なんだっていいだろ。
なんか先を越されちゃったね。ああ、ねえ、カンナちゃんに任せるわけにはいかないよって言って刑事さんがね、代わってくれるシーンだったんですけど、これは蘭丸くんが背負ってくれるんですか？刑事、マップは全部埋まったんだ。警察官なら捜索は得意だよな。もちろん。頼むぜ。身代わりになりたいわけじゃねえんだ。オーケーだ。悪い奴は逮捕しなきゃね。うまいな。ほら、サラちゃん。君はもう、鬼じゃないみたいだよ。私は、力強く銀を抱きしめた。サラ兄ちゃん。銀、泣いちゃダメだ。男の子だろ。わかめ頭を探すじゃん。さあ、全員の力が必要だよ。またバラバラに分かれて捜索するんだ。頼っていいぞ。逃亡犯の心理は熟知している。緑を倒すためさ、やってあげるよ。みんなありがとう。すごくいいシーンだったし、もう蘭丸くんの好感度がさらに爆上げて私はすごく嬉しいんだけど、すごいね、心の声の妨害が辛い。ジョーくんがいない弊害がこんなところで起きるなんて、いないっていうか心の中にね、記憶として存在しないことがこんなにも影響するなんて、まあそれだけサラちゃんにとって大事な存在だったっていうことなんでしょうけども、なんかそれがすごく辛いですね。はい、ということで今回はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回からまた捜索続けていこうと思うんですけど、もうだいぶね、筋は同じなのに展開がこうちょっとずつこううねうねしてる感じするよね。いや、すごい楽しいですよ、やってて。じゃあまた次回、おつぴよでーす。ごめん早坂。